髪の毛切りたい。切りたいですね。後ろのね、襟足すっごい長くて、ね、気持ち悪いんだよ。いい企画持ってきました。マジ？ヒロム美容室。岩井さん、あっこです。岩井です。ももクロちゃんの玉井美容室のあれですね。そうですね。老舗美容室に行って、おじいちゃんとかおばあちゃんにね、お任せ切ってもらおうって。でもそれ、怖いよね。1000円カットとかでもなくて、もう普通の美容室なんだけど、昔からやってるところだね。今日のこれ動画なんで、はい、行ける範囲で、まあ、僕がね、いい雰囲気だなっていうとこを見つけて選びました。大丈夫ですかね、あと30分後ぐらいに行っても。はい、お待ちしてまーす。はい、じゃあお願いしまーす。はーい。失礼しまーす。ということで、サイレン美容室で、ももクロちゃんの玉井さんがいたとこ、あのおばあちゃんね、いい人だから、今回現地行って、サイコロ転がしましょう。しますか。東京の下町谷中銀座でございます。ももクロちゃんでこのおばあちゃんがカットしてくれるっていうのは実施されているので、いろんなおばあちゃんにカットされます。このサイコロをね転がしてもらうんですけども、お任せが2つで、何でもヒロムが言えるのは1つ、2つは1つだけ、何でも注文できるっていう面が1つあるっていう。運命のサイコロを転がしてもらいましょうか。怖いなこれ。最悪お任せであって1つ2つでもいいんで、いきます。はい、はい、お任せきました。しおりちゃんもこうなってたよね。うん、泣いてた。いやー、やりますよ。うん、僕もちゃんと美容室とか、ね、選んで行ってる人なんで、まあ、お任せできてるようなもんだから、ここ。まあまあ、うん、まあ一番ね、良かったんじゃないですか。そう、いいの引いた。行きますか。邪魔します。入り口あるじゃん。サイリ美容室。ここにも貼ってある。見て。よろしくお願いします。これを外でやらせてもらってたんですけど、お任せになりました。お任せになりました。なんで今日はちょっとお任せでお願いしていいですか。お願いします。はい、すいません。お母さん何歳でしたっけ。ちなみに81になったよ。あ、81歳で。ももクロの撮影生からさ、九州、北海道、それから静岡、青森、結構殺到したよ。うちの孫、女の子だけど会員になってる。ああ、僕も会員ですよ。結構しっかり好きじゃん。僕もあの、一回谷中銀座来たことあるんですけど、まさかここだったのなくてね。今回2回目です。イメージとしてはどういう感じに仕上げるか、仕上げますか。そうだね。まあ、それ仕上がってからの楽しみでも面白いかもしれないね。でも自分の好みってあるでしょ。坊主にしたら嫌でしょ。坊主は嫌でも。お願いします、坊主は嫌です。お母さん楽しんでますね。あとリーゼントとかそういうのも嫌ですよね。もう悲観とか。もう悲観か。次回ちゃうか。やめやめやめ。2回目来たら分からんぞ。無理じゃないですよ、本当に。仕事してんだからさ、元気でいない。元気ですもんね。元気か。生涯現役だもん。昔風の髪の毛になってしまうんでしょうか。何、あなたの頭。はい。なるわけないじゃないですか。昔だったらどんな頭になるんですか。カールするじゃない。カールします。僕の髪の毛に合ったスタイルをやってくれるってことですね。お任せでしょ。お任せです。お任せなさいよ。下かな。ちょっと下。あ、ちょっと下すぎた。下すぎた。お母さんのシャンプーが優しい。はい、できました。はい、ありがとうございました。いいじゃん、いいじゃん。そんな切ってないのかなと思ったけど、終わったら切ってるんですね。またね、セットしたらどうなるかわかんないですけど。あ、でもよかった、どうなることかと思ったけど、昔坊主にするわけにいかないし、坊主は。そうですね、昔風になるのかなとか、まあいろいろ思ったんですけど。思ったでしょ。はい、私がやるんだからね。ちなみにもうあった髪の毛にしてくれたって感じでね。サインとかね、しおりちゃんの横にお貸しもらって、坊主さんの横にお貸しもらったから。ということで、もし気になった方はね、谷中銀座のさゆり美容室来てみてはいかがでしょうか。画面これです。はい、中で最後、じゃあ一言お願いしていいですか。今日はお客さんで来ていただいてありがとうございます。こちらありがとうございました。